はい、では中編はですね、肝臓の働きについて教えてもらったんですけど、まあ肝臓はすごい。そうねすごいすごいっすね。肝臓がやりだしたらまだ果たしても時間かかるから、まだちょっと別口に置いておいて、ね、まあちょっとここで後半は、食用上的な観点の、お酒の、まあ、飲み方、飲み方ね、はい、どんな風に飲めば一番肝臓にこう負担なく飲めるのかなっていうところを聞いてみたいと思います。でそもそもなんかそのお酒はなんか悪いものっていう印象を持ってる人もおるけれども、うん、印象持ってますよ。酒は百薬の長なんて聞いたことない？いや、あります、うん、ある。別に酒飲みが言い訳のために言ってるわけじゃなくて、うん、昔からなんかこう、そうなんかこう仙人みたいな人がそういうことを言ってるみたいなイメージありますよね。で、もうそもそもその神様にこうお供えする方だったりとか、うん、非常にこう我々のその長い歴史的な文化的にも見てもすごい大事な要素で、うん、決してその安易なドラッグとは違うわけかな。そうですね。もう今はちょっともうそっちですもんね。テンション上げるために飲むみたいな。そんな使い方になってる、うん、まあそもそもじゃあその古典の世界どう言われてるかっていうと、例えば江戸時代ぐらいに養生訓っていう本があって、養生訓出てきますね、はい、前も出てきたかもしれないけど、貝原一軒っていう、うん、まあ、健康長寿で有名なおっちゃんが、うん、当時84歳ぐらいまで来ている人で、まあ、当時で言ったらすごいよ、まあ、50歳ぐらい大体みんな死んでいってるところで言うと、まあまあ長生きしてる方やね。でその人が死ぬ前の年に書いてる方やね、うん、だからその集大成的なところで書いてる。あ、そう、死ぬ前に書いてるんだ。前の年に、前の年に。はあ。でお酒のこともいろいろ書いてて、まず酒は天の美力なりって書いてるわけよ。はあ。まあいいもんやと。いいもんですよ、天の恵み的な、うん。で少し飲めば陽気を助け、気血を和らげ、食物の気を巡らし、憂いを去り、楽しい気分にさせ、甚だ人に益があると。あ、まさにでもおっしゃる通りですね、うん、先生おっしゃる通りですと。まあ細かく解説だとちょっと長くなるけども、まあ、まあ、気の流れを良くしてくれて、うん、気分をほぐれて、そうそうそう、幼女の気は気を巡らすことや、はいはいはい、気の滞りが病気になるって考えたら気を巡らしてくれんからいいやつなわけよな。確かに、うん、で気分も良くなるし、うん、もう悪いことないじゃない。人に益があるっていうから有益だ。悪いこと何にもないぞと。うん、だが続いて。だが、はい。多く飲めばこれほど人を害するものはない。そらそうやわな。そうだ。釣りたいはない。で、水や火が人に役立つ一方で、うん、またしばし人に災害をもたらすのと同じやと。はあ。今日もおしゃべりでね、まあま、いや本当そうですよ。るけど、うん、水がなかったら我々生きてくれないし、田んぼも干からびるけども。多すぎたら、そうですね、災害になってしまいますからね。災害だね、うんうん、同じ酒もそういうことだ。そう、確かにね、うん、で、うん、まあだから飲みすぎたらあかんねやったら、まあ、まあまあもちろんわかるやん、うんうん、今日一つ問題はや、そのお酒にもいろいろあんねん。はいはいはい。で、食用酒の世界で結構重要視している一物全体食っていうことがあって、うん、一つのものがあったら全部丸ごと食べましょうねっていうのが基本や、うんうん。でその部分だけを抽出したり加工して精製したりとかしてくると効果効能は高まるけども、うん、そこにまた副作用が出てきたり、はいはいはい、悪さがしてくるっていう考え方なんです。例えば玄米を食べてる限り体のベースとしていいんやけど、うん、それを精製して白米にして食べると、うん、甘みばっかりが過剰になって、うん、大事な栄養素が抜け落ちてしまって、うん、体のバランスが崩れてくると、はいはいはい、だから削った白米にも玄米がいいですよ、うんうんうん、これ全体食、全体食ですね、うん、人参も皮むくんじゃなくて、まあ後から人参とかじゃがいもの皮の部分にすごい栄養があるってことはだんだん栄養学的に分かってきて、栄養の観点からも皮ごと食べた方がいいって分かってきてるんやけど、そんなこと考えなくても全体を食してれば栄養バランスよく取れてるわけよ、うんうん、そう考えるとそうか、酒もね、そうで、お酒の世界でどうなるかっていうと、例えば、まあ、例えば日本酒の世界で言っていくと、もともと百薬の長と言われた頃は、うん、米を発酵させて、うん、まんま飲んでた、いわゆるドブログやん。ドブログ、はい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 。で、今はどうしてるかっていうと、米を削るし、うん、酒と酒粕を分けて清酒にするやん、うんうんうん、分けていってるわけよ。もうだからその純度のすごい高いものを作ろうとしてるってことですよね。そうそうそう、そういうことですね。もう酒なんて言うんだろうな、それが舌的に売れちゃう、そういうことですね。甘い、甘いってなるわけよ、はい、その雑味の部分に
いろんな一応体のバランス取ってくれて大事な要素があったり、そうですね、前やったら薬と漢方薬の違いみたいな、うん、余計なもの入ってるけど全体でちゃんとバランス取れてる、はいはい、そう考えるとやっぱりそのやっぱドブロクが一番体には負担なくいけそうですね。だから百薬の長と言われてるのはそのドブロクやし、ドブロクの話なんだ、玄米ドブロクやん。そうか、精米する技術も結構近代的な技術で、うん、鎌倉とか江戸時代からできてきたぐらいの技術やから、その前のお酒は精米せずに作ってたわけやん。でそういうことですね。今やったら大吟醸とかってもう半分以上削るわけよ。そうっすね、確かに。だから栄養素の多いぬかもったいないとか灰が取るだけじゃなくて、もうほぼほぼ灰乳の素とか全部削り取って芯だけしか使わんやん。そうっすね、確かにね。だから糖しかほぼほぼないような状態になってしまうと、うんうんうん、やっぱ体のバランス崩すよねって。そう、しかもそれを、なんていうかこう日常的に大量に飲んでしまうってことですもんね。そうね、そういうことですよね。だから本当に気の巡りが止まってしまって栄養失調の時にちょっと飲むんやったら、うんうん、まあ、薬的にめちゃ効くんですよ、ね、はいはいはい、でも薬なわけよな。そういうことですね。そう、もう薬ですね、そこまで生成して、でしょ、そういうことですよね。成分だけをとにかく抽出して舌触りがいいってところに特化してるわけですもんね。だから養生的に考えたら大吟醸といわゆる高級なお酒よりも、まあ、削ってる普通の純米酒の方がいい。あ、まあ、できるだけ他のものがアルコールとか添加されてない醸造アルコールとか入ってない純米酒をおすすめするけども、うん、大吟醸よりも普通のグレードの低いと言われてる方がおすすめそういうことだ。なおかつもっと言うとドブロク、ドブロクね、うん、まあ、でもドブロクも売ってますもんね。いや売ってるけど、でも精米してるか、だから玄米ドブロクとかがあったら一番なおよし、精製度の低いドブロクがあったらそれが一番今言ってた、貝原越見さんの、そう毎日飲んで売ってるお酒に近いってことですね。そう、当時飲んでたら多分そういうお酒やね。そういうことですよね。民間で作ってたりとかしても、うんうんうん、いやそうかそうか、その大吟醸に精製してるやつは私も高級やったから、うん、そうだね、敏感じゃなかったかもな。庶民は飲めないっぽいですよね。それもね、まさに献上品だったりとかっていうことですよね、うん、だから百薬の長って言われたらもっと昔かもしれんけど、その頃のお酒と今のお酒ってのはもう別物になってる。そういうことですね、うん、ただ蒸留酒よりも醸造酒の方がいいかもしれない。あ、そうかそうか、加工度が低いって言う低いからね。そういうことですね。はあ、でもそう考えるとそこ本当ドブロクっていうのはめちゃくちゃこう原始的じゃないですか、作り方は。そうね、発酵させるだけだから、そういう意味ではすごくいいですね、うん、だからお酒って一色単にしてしまってるけど、百薬、うんうん、の長のお酒とそういう今の現代のいわゆるお酒っていうのは別物になってしまう。そういうことですね。ビールもやっぱり分けちゃうし、うんうん、ろ過するし、そしたらもろ過の地ビール的な方がまだマシなんかなとか、その辺のまあお酒選びもいろいろとポイントがあること。絞った果汁で仕込んでるワインよりも、うん、皮ごと全部仕込んでるようになったら赤ワインとかのがいいんじゃないかとか、うんうんうん、そういうの選び方によっては良し悪しには持っててくる。なるほど。あと飲み方としては、うん、やっぱりその貝原さんは冷たいのはよくないって言ってる。ほう、ビール冷たいのギンって飲むっていうのは美味しいかもしれんけども、やっぱり良くないよ体にはね。うん、まあそれはなんとなくわかるやん。わかる、うん、で面白いな、甘いものと甘いものを食べてはいけないと、飲むときに飲むときに。ほう、だからスイーツを食べながらリモート飲み会してるとよくないっていうね。ああそうなんだ。あとお酒を飲んだ後に辛いものを食べてはいけない。ラーメン食べちゃいけないってことですね。あ、まあ、それより もうつまみもダメだ。ほとんどしょっぱいですもんね、つまみなんて。しょっぱいのはいいの、辛いのはダメなんだ。唐辛子がガンガン効いてるとか。ああそういうことだ。うん、これはこう人の筋骨を緩くするからであると言ってね。はあ。で、あと日本酒を飲んだ後に焼酎を飲んだり、あるいは日本酒と焼酎を同時に飲んだりしてはいけない。ちゃんぽんはダメなんですね。ちゃんぽんはダメだ。でもやっぱり筋骨がいるんで、もだい苦しむよって言ってね。ああ、確かにもだい苦しんでますもんね、みんな、うん、結構ね。ちゃんぽんしたら二日酔いになるとかって言うやん。まあまさにそれこの症状。そういうことなんですね。そうかそうか。ちゃんぽんしたんでしょうね、相原さんも。もしそういう時の解決方法も一応書いてみる。おうおうおう。で、まあお酒の後の夜に満腹したならばどうするか。天を仰いで主食の木を吐きなさい、まあ、ゲップしろと。ほう。でまた手で顔や腹腰などを撫でて食器を巡らしなさい。食べ過ぎて転々するから良くない。だから巡らすためにマッサージさせてあげよう。まあ、では
気が巡るから巡ると多少良くなるよ。はあ、はあ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 、なるほど。貝原さん、あと飲むタイミングも書いてる。飲むタイミング、おお、全部書いてくれてるじゃないですか。まあ夜っすよね、大概夜。夜はどう思う？夜でもしかも結構遅いですよね、今の感覚で言うと7時8時からじゃないですか。それ飽きませんよって。ああもうダメなんだ。でおよそ酒というものは朝夕の食事の後に飲むべきである。朝夕の食事の後、朝 OK なんで。朝 OK なんですね。食後の酒はいい。食前にビールごくっていうのは違うわけよ。はあ、食後ちゃんと一回胃に入った状態で飲むと。昼間とか夜空腹時に飲んではならない、いずれも害があるよと。はあ、特に朝の空腹時に飲むのは胃腸にも良くないよと。はあ、結構またじゃあこれ現代には難しいけど。現代は難しいね。難しいです。まあでも今ねテレワークとかで、うん、割と皆さん自由に働ける環境になってきてるから。そうね、だからリモート飲み会の前に食事を終えてから、でみんな4時ぐらいから飲めばいいですね。そう、夕方早い時間から飲んだね。はあ、それが一番まあ体にはまあいいと。そしてまあ適度に飲むのであれば、いいことしかないことが書いてありますもんね。気を巡らしてくれるっていう意味ではね。で貝原さん、ちょっと前の時代に真瀬玄作っていう、うん、まあ、有名な、まあ、将軍とかに使われたようなお医者さんがおって、うん、その人が円柱殺用っていう本を書いてるんだけど、うん、その中にも書いてて、お酒に酔って寝転がってはいけませんって。リモート飲み会絶対寝転がりたい、寝転がりながら飲んで、寝っ転がっちゃいけないんだ、うん、こうどうなるかって、出来物や腫れ物など皮膚疾患になりますよ。確かに。でもなんかちょっとニキビできたとか言ってる子とかいそう、うん、そう、まあ、その原因は飲み方かもしれない。寝っ転がっちゃってるかもしれないですね。 あとお腹が硬くなったりとか、まあ、腫れたりとか、急性腹痛などが、まあ、そういうことが出てくるから出てくるよと気ぃつけやって。はあ、まあ、全部もう言ってくれてますね。うん、もう真瀬玄作ではもう東洋医学の世界の、日本の医学の中高の祖と言われてる真瀬道山の、真瀬道山じゃない、真瀬道山の二代目なわけだ。ほう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 、異性と言われてるな、彼の異性は知らんかもしれんけど、知らないけど普通の人知らないですよ。ピンときてないけど、まあその手の世界ではもう、そう、その手の世界の、まあこれは正式にその人の息子じゃないんやけど、もう2代目なんですね。2代目を継ぐぐらいの大先生が言ってくれてると。言ってんの間違いないよ。ああ、なるほどな。じゃあで、もう一回その、さっきの休肝日、お酒を要はその飲まない日を作るっていうのが今の考え方じゃないですか。それが果たして、まあいいのか悪いのか、まあみんなそう作りたがるんやけど、うん、ついこの間の講座の時もその受講されたから質問されたけど、うん、結論としては休肝日は作るな。休肝日は作るな。ほう、その心は体はルーティンが大事やから。この百薬帳でいいよって言ってる時も、毎日少しずつ飲むのは鼻肌液になるって言ってる。うんうん、で逆に言うと飲んだり飲まなかったり変化っていうのは体に負担になるから、はいはい、リズムは崩さない方がいい。なるほどね。だから夕食のコップ一杯の日本酒を飲むのリズムにしないと、もうそれを続けた方がいい。で良くないのは、飲み方でグワーって飲んで休肝日で次に全く飲まなかったり、うん、激しく変動する方が良くないから。そうか、だとしても大体そうっすね、みんなね。そうなるやん、うん、なんか昨日飲みすぎたら今日はやめとこうなるやん、うんうん、違うね。そ, そもそも飲みすぎないように全体を低くして、毎日規則正しくいった方が体はリズムが取れる。そうか、じゃあ、酒との付き合い方的には、うん、まあ酒を、まあ、いいお酒を選び、いいお酒を全体食の観点から選び、それを適度な量を、うん、もし飲むんであれば、飲むんなら毎日飲めと。いいっすね、お酒好きにはいい解決方法じゃないですか。でも例えばこう、一軒さんも言ってたけども、もう水とか火の同じやと、うんうん、雨が全然降らなかったり急にガンって降ったり、うんうん、終わりやん、うん、畑もぐちゃぐちゃやん、はいはい、適度に降り続けてる方がいや、ちょうどいいですよね。いいやん、うんうん、でちゃんと一日時間を決めてれば、降ってるとかやんでるか、はいはい、交互に規則正しく来てくれた方が
対応がいっぱいしやすいやん、体上、あの農家としても。そういうことですね。そうそうそう、だからリモート飲み会があるんだったら、うん、リモート飲み会だけ飲むんじゃなくて、うん、その前もちゃんとちょっと飲んで、そうそうそうリモート飲み会に備えてちゃんと飲んどいた方が、その一気に一日飲むんで休むよりは負担が少ないと。休館って考えるんであれば、お酒を飲まないじゃなくて飲み続けて、なおかつその時間ね、そうですね、だらだら飲み続けるとかせずに、夜は遅くなって、もう寝る夜は、そういうことですね、朝はいくら昨日ちょっと夜遅くまで飲んじゃったっつっても、はい、いつもと何時間ちゃんと起きる、二度寝はするな、二度寝はしない、その方がよっぽど肝臓には優しいわけよ。食べ過ぎないとか、食べ過ぎないとか、そう、さっきも言った通り、その半年消化期間やからですね、うん、あのアルコールよりももう全然パーセンテージでかいですもんね、食べてるものの非アルコール性のもナッシュさんの方が圧倒的に多いわけやから、そういうことですね。はいはい、まあ、ちょっとこんなところでですね、はい、結構長編になりましたが、これがまあお酒の付き合い方と、まあ、肝臓とは何ぞやというところを今回はお話ししてもらいましたが、はい、はい、まあ、これでちょっと皆さん楽しくお酒と付き合っていってくれればいいなと、ね、はい、やめる必要はないので、選んでください、はい、毎日楽しく飲みましょう、はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。